が、それが大幅に緩和されることになりました。また学校にとっては選手の参加できるチャンスが増えたことにもなるこの大きな節目の年、そしてこの千葉県内では初となる連合チームが今大会には参加しています。大網行政国際がそのチームです。その学校の様子を取材しています。こちらも VTR ご覧ください。